とオクトパストラベラー実況レパート19やっていきます。前回プリムロゼ編の第1章を攻略して、プリムロゼを正式にメンバーに加えることができましたと、で今回も引き続き仲間集めをしていくんですけれど、じゃ次で最後ですね、こちらハイランド地方のコブルストンにいる、オルベリクという男を、メンバーに加えに行きたいと思います。なかなか考えがいがある。めちゃくちゃ違う。さあどうする？風は？やらない。頑張ります。光。輝きたまえ。デバフ入んのか。火。火でもない。やり違う。行きましょう。杖でもない。どうだ。電撃。入らない。弓わからない。違う。ってことは斧と探検かな。あ、探検だ。どっちだ。方角が コブルストン東だ。回転ね。はいはいはい。ライフスティールだが。ライフスティール。どこ見てるんだ。どっちかしか崩せねえな。雷鳴よ、この地響け。それでは。さて、ね、どうしようか。狂乱よ、巻き起これ。よし。やったいことは。ここなんかあるぞ。どっから取りに行くね。弓、風。あ、探検入る。風が入るのはそいつだけ。火は入らない。あ、光が入った。あとどっちだろうなぁ。あ、槍だ。なかなか考えがいがある。
それでは。どこに行くぞ。火じゃなかったんだよね。うん。はいはい。あの宝箱どっから拾いに行くんだ。さあ、授業の時間だ。闇か。こいつは？あ、やり。剣入れて少ないなぁ。うん、杖も入らない。メス。100点つけないので、ライフスティールだか。ゲイ。行きましょう。やつ。もうそろそろこの人もいなくなっちゃうな。なんかどっかに隠し通路かなんかあるんだろうね。まあ、いっか。戦いの準備はできているよ。初見の敵ばっか。行くぞ。ただこっちの攻撃は一通り入りそう。ライフスティールだ。このハヤブサどうせ弱点風だろう。私の番。幸運の風よ。やれよ。うん。問題はもう片っぽなんだよな。弱点分からないうちから大魔法を連発したくないよね。頑張ります。代わりでもない。私の番。弓。まあ、闇属性なのかな？槍。わかんない。よし。コブルストン到着。なんかあれこれ見て歩くよりも先にイベントを終わらせてしまった方が楽な感じがあるので、今回サクッとオルベリク編入っちゃいましょうか。反則め、ここともう人質に取るとは下劣な。フィリップ、今助けに行くぞ。彼の名はオルベリク。しかし今はバーグという名でこの小さな村コブルストンに身を寄せている剣士だ。彼はかつて名を馳せた騎士であったが、国と君主を失い自らが剣を振るう意味を失っていた。そんな中この村を山賊たちが襲う。そして村の少年フィリップがさらわれてしまい、一人で山賊たちの根城へ助けに向かうことに。彼には仲間が必要だ。いいでしょう。能力がよくは、ステータス高いな、HP。325もある、レベル1で。
能力がちょっとよくわからないんだけど、オフィリアは外してもいいかなと思うんだよね。あとどうしよっかな。サイラスはいてもらった方が弱点見やすいんでいいんだけど、オフィリアも回復が結構ね役に立ったりするんだよな。いやーまあ大丈夫かな。これでいってみようかな。これともちょっとレベル上げも兼ねてプリムロゼ入れるか。うん、これでいってみよう。お、8年前強い。ここが一人になぜここまで。この男間違いない。オルンブルグに名高き剛健の騎士、オルベリク・アイゼンバーグ。その名を知ってなお挑むならば、我が剣の錆としてくれ。コイニスさんか。おれだが剛健の騎士といえど、この数には。待て、左翼から敵の援軍が。これ以上連中に好き勝手させるの、オルベリク殿に続け。ここまで攻めながら撤退だ。一度体勢を立て直すぞ。オルベリク殿、よくぞしのいでくれた。いや、この程度は問題ない。悪い、ここを任せてよいか。陛下のもとへ向かわれるのか。ああ、敵軍が左右から攻撃してきた。それに対して陛下からのご指示がない。だが本陣にはエアハルトがいる。それは分かっている。エアハルト殿はあなたと共にホルンベルグの双璧と称される騎士。彼がいれば本陣は大丈夫かと。だがこの状況だ。伝令に何かあったのかもしれない。陛下のお言葉があれば兵の士気も上がる。俺が状況を確認してこよう。かたじけない。それまでは我らが必ずや食い止める。ブーンを祈る。オルベリク殿もどうかご分を。はい、これはやられてんじゃねえか。陛下の警護の者が倒されている。しかしこの剣筋は裏切りか。エアハルト、エアハルト、どこだ。内部犯。そうか、お前はあの時の。陛下、エアハルト、これは一体。エアハルト、なぜ陛下を。なぜ、お前に言っても分かるまい。裏切ったのか、エアハルト。ああ、裏切った。それがどうした。エアハルト。共に騎士になっていく年、
こうして剣を交えるのは何度目か。そして何度もやった。お前の剣筋は見切っていると。それは俺も同じこと。だが、私はお前に全ての技を見せてはいない。この日のためにな。また、あの時の夢か。うん、何の用だフィリップ。わ、すごい、よくわかったね。寝ていても気を張り巡らせるのが騎士。いや違うか、俺はもう騎士ではないのだったな。剣士というものだからな。ふーん、やっぱりバーグさんはすごいな。アイゼンバーグだからバーグ。あ、そうだ、村長さんから頼まれたんだった。バーグさんを呼んできてくれって。いつもの広場で待ってるよ。はいはい。そうか、すぐに行くと伝えてくれ。それじゃあ僕は先に行ってるね。いつもの広場に早く来てね。あれからもう何年経ったのか。国は滅び、あてもなくさまよった。この村にたどり着いてからはバーグという名で素性を隠した。今は用心棒まがいの仕事と剣を教える役目を終えた。戦うことしか知らない武骨な俺に、結局のところ残ったのは剣だけだった。敬愛していた陛下や国を守れず、この剣と一体何の意味か。なんだ、その答えを持ってやる。なんせよこの村には恩がある。まずはそれを返してから考えよう。さて、村長に会いに広場へ向かうとしよう。うん、一番風格あるな。バーグさん、おはようございます。ええ、朝の見回り問題ありませんでした。ああ、ご苦労様。ん、今朝は二人で見回りか。いつもは一人だろうに。はい。最近この辺りに山賊が出るらしくて、この間も行商人が襲われたって話です。街道はもちろん村も心配なので、見回りを二人に増やしています。そうか。何事も用心に越したことはない。俺からも村長に確認しておこう。はい。村長なら下の広場にいますよ。ええ、俺たちは引き続き見回りを続けます。では。オルベルクでかいな。はい、というわけでオルベルク編が始まりました。あー、やはり基本的なパラメーター、フィジカル面が強そうだ。フィールドコマンドが試合、人々に試合でバトルを申し込めると、レベルが不足していると実行できない。だから対等な相手とはまあ戦えるよっていうことだよね。あの、ハーイットは、あの、下克上もできるんだけども、オルベリクは下克上ができない代わりに、まず、あの、装備サイト乗ってれば安定して戦えるよねっていう感じなんだと思います。で、アビリティが、槍の技と剣の技があるんだね。で、扱える武器は剣と槍。なるほど。じゃあ今後、剣と槍で強力なものが手に入ったら、オルベルクに回すと良さそうだ。どちらかといえば槍なのかな。言っても、プリムロゼがどっちかといえばね、アタッカーではないからね。
うん。バーグ殿。おられたか。おはようございます。バーグさん。おう。おはよう。俺に何か用があると聞いたのだが。実はの。最近この辺りに山賊が出る、そういう話が耳に届いたな。うん。先ほど俺も聞いた。見回りを二人に増やしたらしいな。うん。うん。そのことでバーグ殿にもいろいろと相談しようと思っての。山賊が近くに着いたとなれば一大事。おちおち村人を山仕事にも出せん。また力を貸してくれんかの。もちろんだ。ああ、こういうことなら任せてくれ。俺はこの村の用心棒だからな。すまない。うん、頼む。と言いたいところじゃが、山賊の居場所もまだ分かっておらん。そうじゃな。今若い者に調べさせているから、その間、自警団の連中を鍛えてくれんか。わかった。うん。バーグさん、うちのフィリップにもよろしければ。ん？稽古か。これは構わんが。バーグさんに鍛えてもらいたくて仕方ないみたいなんです。男の子じゃからな。バーグ殿のような強い男に憧れておるのじゃろう。そうですね。ただ夫は戦争で、あの年頃になるときっと男親の方に懐くのでしょうか。タイはないのですよ。失礼しました。わかっている。あの子もこの村の立派な男でだ。それを鍛えるのも俺の仕事だ。ありがとうございます。バーグ殿、しっかりと鍛えてやってくだされ。ああ。任せておけ。町の人と試合でバトルすることができますと。村長もかもれるってこと。とはいえ、一旦ちょっといい装備欲しいよな。仲間加入すればいろいろ済む話なんで、とりあえずウォースピアと、グラウンドシールドだけでも。喧嘩売れないやつもいるんだ。そう。良い戦いにしよう。さて。誰に喧嘩売ってんねん。なんかごめん。強さえぐいだろう。やっていこうか。普通にオルベリクよりも強いじゃないか。ここからが本番だ。また一つ強くなる。感謝する。はいはいはい。やりました。
お前の攻め込んでいく気概はいい。しかし防御をおろそかにしすぎだ。それでは攻撃を受けられたら終わりだ。何事もバランスが大切だと覚えておけ。はい。未熟でした。はい。A。さあ、勝負だ。結構、よろしくお願いします。良い戦いにしよう。ここからが本番だ。よおりゃまた一つ強くなる。感謝する。やっぱダメだ。バーグさんには勝てないや。お前は防御にばかり気を使いすぎだ。もちろん守るのは重要だが、まったく攻撃しなければ勝てないぞ。はい。そうだな。お前たちは足して割るのがちょうどいい。あ、その自覚はあるんですけどね。正確です。足して割れるものでもありませんよ。はい。自分たちは二人で組んで頑張ります。一人より二人です。それも重要だよね。互いの弱点をカバーするっていう。どうかしましたか？思い出してんだろ。納得しただけだ。お前たちはそれがいい。はい。ありがとうございます。それではまた二人で見回りに行ってきます。ああ頼むぞ。バーグさん、バーグさん、次は僕の番だよ。ちゃんとね、腰に剣持っちゃって。いや、試合はまだ早い。お前は素振りの練習からだ。だが、お前は筋がいい。本格的に鍛えれば、すぐに強くなる。本当？もちろんだ。あ、本当だと思う。剣に関しては、嘘は言えん勝負だ。そっか。うち、父さんがいないでしょ？戦争で死んじゃったから。ああ。らしいな。ずっと母さんは一人で、僕の面倒を見てくれてさ。父さんがいなくても大丈夫なように、母さんは男の僕が守ってやるんだ。そうか。いい心掛けだ。だから強くなりたいんだ。母さんも村のみんなも守れるくらいに、それが母さんへの恩返しなんだ。いい子だ。俺は守るか。俺にはできなかったことだな。バーグさん？いや、なんでもない。できるさ、お前なら。うん。まあ、いろんな目的でね、騎士を目指す人もいると思うけど、まあ、それも一つのね。ん？山賊が現れたか。山賊だ。山賊が出たぞ。バークさん、あっちから山賊が来たか。まだ一人なの？あ、いる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 。こいつら思った以上にやる。おい、革命、数ではこっちが勝ってるんだ。おうよ、おっとっとぶち殺せ。もともとすっとボスが怖えぞ。いいか、せるものか。ああ、ここから先は行かせない。くしゃ、こいつら戦い慣れてやがる。バーグさん、よくやった。この数相手によくやった。ここから先は俺に任せろ。おいおい、なんだこのおっさん。この人数相手に勝てるつもりか。随分と舐められたもんだ。ん？お、様になってるじゃねえか。ただの田舎剣士にしてはよ。こいつ強いぞ。お前何者だ？そうだ。お前たちが言うように、俺は田舎剣士だ。だから名乗るほどの名もない。覚悟しろ。ただ覚悟しろ。お前たちの悪行のつけはここで払ってもらう。うるせえおっさん。貴様、やってやら。この戦い、
けられぬ。覚悟はいいか。あ、なるほど。一旦崩そう。ここからが本番だ。さて、よいしょ。いけー。また一つ強くなる。感謝する。無難に強いな。ち、こいつ確かにお前は強い、認めてやるよ。がここで負けておくべきだったぜ。なぜならその報復としてうちの親分に殺されるんだからな。そうか。言いたいことはそれだけか。誰かと話せよ。ああ、それでバーグさん、あの子が私をかばって山賊に連れて行かれて。なんだと。すまない。バーグ殿、自分がいながらそれよりもフィリップを助けないと。山奥にある洞窟、連中はそこを根城にしているそうです。おう、よし、今すぐフィリップを助けに。待て。いや待て、バーグさん。何ですか、急がないと。いや、お前たちが村を離れたらそれこそ連中の思うつぼだ。そうやって警備を引き離し村を襲撃する可能性もある。はい。ならどうすれば。うん、俺が行こう。え、バーグさん。頼んだぞ。お前たちは村の警備を頼む。連中が戻ってこないとも限らない。本庁、うん、すまない。すまない。頼まれてくれるか、バーグ殿。もちろんだ。どうかあの子を助けてください。ああ、全力を尽くそう。なるほどね。というわけでフィリップを助けに向かうのだが。なんだと手を貸してくれるというのか。うん、なかなか腕も立つようだ。感謝する。山賊たちの根城になっている洞窟はここから北に登っていった先だ。急ごう。はい。だけど、オルベリク加入したので、これでね、その山賊退治に向かいたいと思います。オルベリクになるべくいい武器持たせて、戦力にね、なってもらおうかなと思います。はい。じゃあ次回から本格的に、こちらの、オルベリク編進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、オクトパストラベラー実況プレイパート19。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てるなー。